にちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回もカールズジュニアとハーディーズのハンバーガーを紹介したいと思います。こちらは来月日本でオープンするカールズジュニアでも売っているハンバーガーです。それはこちらです。ベーコンチーズティックバーガーの紹介です。はい、さっきも言ったようにこちらは日本でオープンするカールズジュニアでも売っているハンバーガーです。日本のカールズジュニアのサイト見たんですけど、こちらがあったので自分も食べてみたいなと思って買ってきました。このハンバーガーはカールズジュニアとハーディーズでどっちとも売っています。見てください。ケチャップ、マヨネーズ、ベーコン、チーズ、ハンバーグ、レタスなどが入っています。サイズもでかいです。こちらはハーフパウンドのやつですね。2分の1ですね。サンドイッチのみ買ったので、サンドイッチのみだと5ドル89セントです。日本円だと600円ぐらいですね。で、玉ねぎも入っていますね。油がすごいな。それではいただきます。このハンバーガーにはね、甘みがあります。ハンバーガーってよくしょっぱいとかそういう感じじゃないですか。そういう味が入ってるじゃないですか。でもこちらは甘みが少し入っています。甘い味としょっぱい味が一緒に来ましたね。本当にユニークなハンバーガーです。とろけるチーズで美味しいですね。ハンバーガーも美味しいですね。肉汁はないですけど美味しいです。でかいし本当に美味しいですね。皆さん、カールズジュニアに行ったらこれ頼んでみてください。ベーコンチーズテックバーガーなので頼んでみてください。本当におすすめするものですね。で、点数は100点ですね。一番好きだったのはハンバーガーに甘みがあったのが好きでしたね。しょっぱいのと甘いのが混ざったっていう感じでしたね。ユニークなハンバーガーです。ベーコンも美味しいですね。カリカリ感はないですけど美味しいです。このファーストフード店はもう美味しいハンバーガーばっかり作っていますね。ハンバーガーだけではなく、サンドイッチやオニオンリング、フライドポテト、であとホットドッグまで全て美味しく作ってくれますね。お客さんのことを本当考えて作っていますね。ベーコンチーズティックバーガーの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。